こんにちは、ケイドラです。今日は妄想ニュースまとめ解説やっていこうと思います。まずびっくりしましたね。ラブライブとのコラボが発表されました。しかももう明後日から開始するんで速攻来るんですけども、最初はねやっぱり無課金コラボだと思いました。しかし今回は無課金コラボではなくガチャが用意されておりました。それぞれのキャラの性能から見ていきましょう。キャラの名前がわからないんで裏女2年生と呼ばせていただきます。光属性の重心化キャラですね。性能が反射ゲージスピード型、ラックスキルがクリティカル、アビリティがアンチ重力バリア、超アンチダメージオール、カウンターキラー、無属性耐性、ゲージでアンチ減速壁、ストライクショットが大号令&触れた最初の敵種族に大ダメージ16プラス8ターン、友情コンボがグリッターボールとサイドダブルエナジーサークル L となっております。まずアビリティから見ていくんですけども、光属性でこのトリプルアンチのキャラクターはいませんでした。なので組み合わせで見ていくんですけど、重力ダメージの反射で言うとアーサーだったりラーだったり王将くん、降臨だったら進化コートンとかもいるところですね。重力減速に関しては超絶ヒヒロカネの適正キャラが基本的に持ってますね。ボタンちゃんだったりアミダ、超絶のオリハルコンとかもいます。ダメオ減速が一番怪しいところなんですけど、今年追加されたアリスアルファだったり直近の超究極ですね、新婚のイサミも持ってます。まあ現状そんなにめちゃめちゃ活躍するっていうところがないんですけども、減速壁絡みのトイプランチなので、まあどっちかというと未来投資のキャラになるかなと思います。まあカウンターキラーは無属性耐性持ってるんで汎用性に関してはなかなか高いかなと思います。で SS なんですけども、大号令プラスニラカナの SS ですね。最初に触れた敵っていうのが号令で動いたキャラか自分自身かわからないんですけども、まあおそらく号令で動いたキャラもね対象になると思うので、ボス単体に撃つのか雑魚処理に撃つのかで結構使い道が変わるかなと思います。まあ敵種族キラープラスカウンターキラー乗ってくる大号令はめちゃめちゃ強いと思うんで、 SS に関してはなかなかぶっ壊れてますね。友情コンボがグリッターボールとサイドダブルエナジーサークル L となってまして、まあこれは結構好き嫌い分かれそうですね。両方とも必中のものじゃないので、まあ、友情コンボ主体のキャラではないですよという感じですね。次2体目、裏女1年生、貴族性の重心化キャラでございます。性能が貫通ゲージ、砲撃型、ラックスキルがガイド、アビリティがマインスイーパー L、 超アンチ減速壁、ゲージ倍率保持、ゲージでアンチブロック、ソウルスティール M、 ストライクショットが弱点露出&弱点効果アップ18プラス8ターン、友情コンボがアタッチボム6と全敵貫通録音衝撃は3となっております。トリプルアンチなんですけども、まあ、注目すべき点は超アンチ減速壁ですね。おそらくアルセーヌに次いで2体目の実装かなと思います。組み合わせ的にいけるクエストは結構多いんですけど、まず麻酔ブロックだと近畿17だったり、最近追加された爆絶の乖離ですね、適性もらってます。他には麻酔減速で見ると近畿27の獄も使えます。結構汎用性高いですね。確か近畿27と17両方とも弱点はなかったと思うので、この SS は特に役に立たないですね。あくまで乖離用かなと思います。友情コンボに関してはディビジョンが持ってるアタッチボムですね、これが砲撃型の威力で出るのでなかなか火力は高いんじゃないかなと思います。これはちょっとね実際使わないと火力感わからないですね。サブ友情が全敵貫通ロックオンなので、まあ、こっちが必中系の友情コンボをもらっております。まあ汎用性はすごく高くて近畿でも使えるんですけども、最適性っていう感じではないので、適性持ってない方からするとすごく便利だとは思うんですけども、まあ、持ってる方からすると使わないっていう選択肢も全然あるかなと思います。友情コンボの火力注目ですよね。最後裏女3年生見ていきましょう。水属性の重心化キャラですね。貫通ゲージバランス型、ラックスキルがシールド、アビリティがアンチ重力バリア、アンチウィンド、状態異常回復、ゲージでアンチブロック、ダッシュ SS ターンチャージ、ストライクショットがオールアンチ&仲間に触れると HP が回復、8プラス16ターン、友情コンボがインボルトソフィアモアと超強プラズマとなっております。まずアビリティなんですけども、結構盛りだくさん入ってますね。重力ウィンドブロックなんですけども、主に重力ブロックで使うかなと思います。まあ、重力ブロックの貫通枠でいうとモラルの適性だったりあるんですけども、まあ、ダッシュだったり状態異常回復 SS ターンチャージを持ってるんで味方のねサポートが結構できるかなと思います。で注目すべき点が SS なんですけど、オールアンチが8ターンで打てるので近畿26の極ですね、そこでね強引に使うこともできるかなと思います。状態異常回復で混乱も直せますし HP 回復もできるんで、まあ、あまり近畿26即死以外では死なないんですけども、多少役に立つ場面はあるかなと思います。友情コンボ両方とも水属性で、まあ、超バランス型の恩恵もあるので近畿26用に引くっていうのもありなんですけども、これ引くんだったらスズラン引く方がね
強いかなと思います。で、今回のガチャなんですけども、コラボガチャ単体で出るんじゃなくて、鳥獣神祭とのコラボで登場します。鳥獣神祭とのコラボで登場します。なので鳥獣神祭のキャラも出ますし、コラボキャラクターも出るんですけども、確率はね、現状わからないですね。開催期間があさってですね、6月26日の土曜日12時から7月2日金曜日の11時59分までとなっております。結構期間短いんで、あまり気合い入ってないのかなと思ったら、そうでもなかったです。いっぱい情報が発表されたんですけども、まず10連ガチャでコラボ限定グッズをゲット、まあ、EX おまけですね、これが登場します。で、降臨キャラクターも登場しまして、まさかのエンジェリーディーバでございました。で、もう1体登場するんですけども、こちらもまさかのトゥーフォーオール、イラストがね、すごい強そうですね。で、コラボクエストなんですけども、こちらもね、期間限定クエストなので、皆さん早めに作りましょう。で、このライブ応援ミッションというものが開催されるんですけども、まあ、主にこれをやっておけば、もしコラボ興味ない方も美味しい報酬がもらえるので、ぜひね、皆さんやっていきましょう。ミッション達成すると、もう一つの重心化状態を解放できる衣装解放だったり、ボール A が変更できるボイスセットがゲットできます。これは結構新しいですね。多分今後こういう風になんかスキン変更みたいなものが増えていくと思うので、今回新しい試みとしてやっていくんじゃないかなと思います。応援期間の終了日だけ7月3日土曜日までとなっております。で、この応援方法なんですけども、スタミナを50消費していくごとに応援チケットを1枚ゲットできます。応援チケットを使ってメンバーをね、応援していくんですけども、まあ、最終的にどれぐらい必要かっていう話をしていくと、1年生全員を5回以上応援、2年生全員を5回以上応援、3年生全員を5回以上応援なので、 5×9 の45枚チケットをゲットする必要があります。スタミナに計算すると、スタミナ50でね、チケット1枚もらえるんで、 50×45 の2250で足ります。なので毎日ね、重心力のスタミナ400使うケースとかすれば、すぐにね、溜まるかなと思います。英雄の書だったりボイスセットだったりね、たくさんもらえるんですけども、衣装解放したお姿がこんな感じになっております。ちょっとね、原作わからないんであれなんですけども、結構気合入ってるんじゃないかなと思いました。他にもね、こちら木属性のキャラたちなんですけども、この3人と、最後水属性のキャラですね。この3人が衣装変更できますとなっております。で、ボイス切り替えするとボール A も変更されるんですけども、ファンの方はね、推しのキャラがいると思うんで、自分の好きなキャラに変更することができます。まあ、これは結構ね、原作ファンからするとすごく嬉しいと思うので、まあ、今後コラボするたびにね、こういうことをしてほしいなと思います。すべての応援が完了すると、チケット45枚消費ですよね。それをすると、戦型の書と応援の勲章がもらえます。なので、期間中にやらないといけないことは、スタミナ2250個を使って最終的に戦型の書をゲットするということになります。ログインでオーブだったりゲーム内アイテムもゲットできるんでね、皆さんぜひログインしましょう。ラブライブに関しては以上となります。あさってから開始されるんで、めちゃめちゃ予想外だったんですけども、まさかの鳥獣神祭とのコラボとなっておりました。では次、獣神化情報を見ていきましょう。今回はフェルメールでございました。僕の予想よりもはるかに早く獣神化してくれました。いや、これはありがたいですね。性能を見ていきましょう。貫通ゲージ砲撃型、ラックスキルがガイド、ラックスキルがシールド、アビリティがアンチ重力バリア、アンチウィンド、神キラー EL、ゲージでアンチワープ、獣キラー EL、ストライクショットが自強化プラス、重力バリアを一定期間消滅、12プラス8ターン、友情コンボが反射衝撃波12と防御アップとなっております。まずアビリティから見ていくんですけども、完全に神化のいいところと進化のいいところを継いでおります。重力ウィンドワープの貫通キャラなので、豪絶エリミネーターで使いやすいかなと思います。進化の神キラー EL もね、しっかり持ってきてますし、神化の獣キラーも EL になりましたね。めちゃめちゃバージョンアップしました。もともとフェルメールの神化って攻撃力が3万4000ぐらいあったので、ステータスに関しても結構ね、期待できるんじゃないかなと思ってます。エリミネーターにおいてね、防御力アップもかなり役に立つので、割とね、噛み合ってるんじゃないかなと思います。こんなに早めに獣神化来てくれて本当にありがたいですね。獣神化解禁日は6月29日火曜日の12時からとなっております。残り細かいところを見ていくんですけども、ゲヘナでスペシャルアイテムが使用可能にというところで、ガイドアイテムが登場します。鳥獣神祭限定の超究極、ジャスティス市長なんですけども、こちらの出現が今回の鳥獣神祭で終了します。6月30日のモンストの日なんですけども、ラッキーモンスター集めてるとベルが2つもらえます。あとはね、デイリー積み立てガチャですね。皆さん忘れずにやっておきましょう。今週のモンストニュースは以上でございます。来週は7月1日木曜日の16時から、おそらくこれがフラパ前の最後のニュースになるかなと思います。ラッキーモンスターはこんな感じでございます。というところで、いや、まさかすぎましたね。このタイミングでコラボが来るとは思ってなかったし、しかもガチャがあるとは思ってなかったんですけど、
ただまあちょっと良心的なのは鳥獣震災と絡めてきたっていうところですね。まあにしてもまあコラボが来ることはね本当に予想外だったので、ここでオーブ絶対使いたくないっていう方もたくさんいる中で誘惑がまたまた来ました。うん、ちょっと性能に関してはめちゃめちゃもうぶっ壊れみたいなキャラはいなかったと思うんですけども、ところどころ強いキャラはいるので、ちょっとね自分の中でもね使ってみたとか見て評価を固めたいなと思っております。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。